録画してます、じゃあすみません、あのネット中継はあのうまくいってないようなんですけど、まあ、とりあえず、まあ、あの集めということでお願いします。じゃあ、 あの皆さん今日休日なのにお越しいただきありがとうございました。で、全アーキテクチャハッカソンということで、今度企画してるんですけど、まあ、まず、場所 と、機関なんですけど、慶応大学の東キャンパス、豊子線ですね、あそこでやることになりました。で、会場を押さえてます。で、まあ、あのキャンパス、こっち側がこの辺に駅があって、この駅を横断歩道を渡るとすぐこういうでっかい建物があって、ここがあの宿泊施設もあり会議室もあり、結構豪華な施設なんですけど、タニーズがあったりカフェとかもありまして、バーもあるし、で、そこを40名分今押さえてて、まあ、ちょっとこれ人数がどんどんか分かんないので、そこは調整なんですけど、で、まああの個室になるか全員あの、2人部屋になるか、ちょっとそこら辺もあるんですけど、まあ、基本2人部屋部屋で考えてるんですけども、こういう近くもできます。で、9月の19日から、23日の夕方まで、開催予定で、全部で5日間ですね。で、僕らのイーセルハッカソン、今イーセルスピントって言うんですけど、それをもう過去数回ぐらい開催してきてて、5日間っていうのは結構いい期間なんですよ。あのちょうどいい具合にへばるし、でちょうどいい具合にあのやりきった感があるし、まあいい感じですね。そんで、まあ、あの19日の午前始めてキックオフがあります。ちょっと偉い先生に来てもらってキックオフ宣言してもらって、で、23日の5日目の夕方に、セール発表を最後の日にやると思うんですけど、それでおしまいという感じですね。で、多分夜打ち上げあります。あの遠方から来る方はあのこの日に帰りたい方もいると思うんですけど、あの出席できる方は横浜あたりでやろうかなと思うんですけど、打ち上げして、それでまあ気持ちよく終わるみたいな、そういうのを考えています。で、同じく、遠方から来られる方は、18日からの全泊も、まあ、一応できるようにはあると思います。ここはちょっと多そうだと思うので、広めたかなって、ですね。で、まあ、名前あの書いてある通り、禅のアーキテクチャ、キックオフハッカソンということで、まあ、第1回なんですけど、まあ、これをもって、公式にですね、コミュニティベースでの禅のアーキテクチャの開発を開始すると、そういう企画です。で、まあ、そもそも禅のアーキテクチャとはみたいなのは、皆さんの耳にタコができている方もいるかと思うんですけど、こういうもので、まあ、考え方としてはこれ仮説なんですけど、この仮説を作ってみて検証するというのが全アーキテクチャプロジェクトなんですけど、脳はそれぞれよく定義された機能を持つ、機械学習機が一定のやり方で組み合わされることで機能を実現している。で、その、組み合わせ方ですね、これを人工的に真似て、何らかのシステムを作ることで人間のようにものを考えるような機械ができるんじゃないかというのが、まあ、全アーキテクチャの考え方。本当にそうなっているのか、そうなってないのか、つけてみると分かんないんですけど、いわゆる構成論的アプローチですけど。で、まあ、その禅のアーキテクチャープロジェクト、いろんなあの研究機関、大学にまたあったいろんな人が参加していただいているんですけども、まあ、何らかのこう、まあ、あの司令塔みたいなのが必要だろうということで、あのこういう禅のアーキテクチャイニシアチブという NPO を作っています。まあ、認証申請中。で、まあ、これが夏あたりに立ち上がっているので、ハッカソン の、 あの開催時までにはあの多分形になっていると思うんですけども、で、まあ、全アーキテクチャは、まああのまあ、ちょっと考えてみると分かると思うんですけど、一つの研究機関、一つの企業の力でやるのは非常に困難であると。まあ、基礎研究ですからね、すぐに利益になったりとか、あるいはあの、まあ、研究機関が受けているような公的な資金援助って、まあ、3年とか5年とか結構短期。3年後でできるものじゃないので、もうちょっとこう長いスパンで、どういうふうに、どういうふうな戦略でこの研究を進めていくと一番効率がいいのかということをまあ考えていく、一貫したですね、何らかの組織をするということで、このを作ったんです。で、まあ、やりたいことは、あのコミュニティ形成ですね、人材育成、それから基盤技術開発、まあ、特に基盤ソフトウェアの僕とか、あの琴音君とかを作ってるんですけど、ここら辺を、あのまあ、コアのアクティブしてやっていきたい。で、ハッカソン開催もその感じです。ですから、ここら辺の目的がそのままハッカソンの目的でもあり、まずはみんなでネットワーキングして、みんな仲良くなってコミュニティ作りましょう。人材も立ってもらいたい。
で、基盤ソフトウェアもちゃんとそこで作ったりとか検証したりしたいと思いますね。まあ、ちなみに、この、ゼンアーキテクチャイニシアチブなんですけど、30会員、まあ、主に企業を想定してますけど、一般会員も、近日中に、5週間進む予定です。月々100円ぐらいの会費ぐらいで、いろいろメリットがあるような仕組みを考えていますので、ぜひぜひ、ご協力ください。で、ハッカソンなんですけど、まあ、今言った通り、目的としては、人材育成、ネットワーキング、それから、まあ、ここにいるメンバーみたいなの、コアで、基盤ソフトを作っている人たちが、まあ、この5日間で、まあ、まとまった時間をとってですね、なんかガツンと作る、開発のスプリント、っていうこともあり、あるんですけど、今回一番焦点となるのがここなんですね。今その時々で全アーキテクチャ の, プロジェクトにとって一番問題になっているところをみんなで5日間で問題を突破しようっていうのが、まあ、趣旨 で, で今年の問題は複合学習問題です。これはちょっとこの後説明します。まあともかくですね、僕も今回第1回なので、今までちょっとクローズで小規模にちまちまといろんなものを作り始めてはいるんですが、今回の9月の19日から始まる全アーキテクチャキックオフハッカソンを持って、まあ、パブリックな意味での全アーキテクチャの開発が、まあ、キックオフされたということです。で、まあ、今、考えているやり方としては、アイディア総枠というのと一般枠と考えていて、まあ、今日はどっちかというとアイディア総枠の、まあ、エントリーの説明会なんですけど、アイデア総枠ってどういうことかっていうと、まあ、ハッカソンの本体の開催前に、まあ、あらかじめどんな企画をやりますっていう、その企画で応募してもらって、でそれに、なんていうか、全アーキテクチャイニシアチブの方で、まあ、それを審査して、優秀作品です、優秀プロジェクトに対しては、ハッカソン参加に、まあ、全面的に後押ししましょう、商品を出しましょう、そういう企画ですね。でアイデアソンがあって、でハッカソンに行くっていう、まあ、2段階に企画。で、まあ、1人でも OK なんですけども、最大、まあ、大体4人ぐらいまで、まあ、厳密なリミットじゃないですけど、4人ぐらいまでのチームで、応募していただきたい。で、エントリーするんです。これは、6月の半ばぐらいを締め切りにする予定です。で、まあ、これも繰り返しなんですけど、複合学習問題っていうものに、取り組んでいただきたいというところが、まあ、しますね。で、このアイデア総枠でエントリーしていただけると、まあ、一般枠に比べて多少費用面、人数額面で優遇できるように仕組みを考えています。それとともにですね、一般枠というものも、まあ、設ける予定で、これはですね、登録開始が7月以降になります。どんなことやってもらうかというと、まあ、詳細未定なんですけども、例えばこの複合学習問題以外のですね、プラットフォームの、開発をまあ、脳のアーキテクチャを、まあ、記述言語で、きちんと書き下してみたいとか、ね、まあ、そういう調査をするとかですね、まあ、あるいは、まあ、全アーキテクチャに、まあ、資するような課題全般ですね、例えばプレゼン資料とかそういうのもいいと思います。まあ、いろいろあり得ると思います。これは皆さんの反応についてですね、ちょっとこれから考えていきたい、詳細を詰めていきたいと思っています。で、さっきから言った複合学習問題となります。脳の全アーキテクチャの考え方として、脳というのは幾何学習器が、複数組み合わさって、認知機能を実現しているという考え方なので、まあ、複数多分、まあ、数十から数百もっとあるかもしれないですね。そういう、数の幾何学習器を組み合わせて、何かを作る必要があるんですが、まずは2個つなげなきゃいけないんですよね。で、この時肝になるのが、1個1個の幾何学習器単体でできる性能機能よりも2個を組み合わせたときに、実現できるものの方が大きくなってなきゃいけなくて、だから 1+1 が、2以上になっているってことを示す必要があるんです。まあ、これ機械学習器の非加算性とかも呼んであるんですけど、まあ、非加算であっても 1+1 が2以下になるんじゃなくて2以上になってほしい。で、まずここを示すことができないと、全アーキテクチャー1個1個の機械学習器を積み上げていって、機械学習器できること農家は僕らが物を考えるときにやってることって大きな隔たりがあるので、そこが突破できないと、ちょっと説得力全然ないと思うんですね。まず。で、とはいえ、2つ結合し、なんか、
1たす1を2以上にしたっていう例はもうあって、皆さんご存知かもしれないですけど、 Google のディープ Q ネットワークとしていた姉ちゃんによった仕事ですけど、そういうものとか、スタンフォードのニューラルとかキャプション再生で、これも後で説明しますけど、これらはまあ非常にいい例だと思うんですよね。機械学習の、まあ、機械学習のプログラムだったり、まあ、カナダになったりするんですけども、そういうものを2つ以上つなげて、1つではできないことをする。で、まあ、2つはあるので、まあ、今回の博士はもちろん2つつなげていただければ絶対 OK なんですけど、3つ以上で何かしたっていう例は今のところそんなにメジャーなものがないので、ここができると本当にもう一気に最先端の研究になるぐらいの今の、で、まあ、機械学習の、まあ、やりたいことは複合学習なんですけど、複合学習をやるときの問題点というのが、まあ、実はもう去年の X っていう、マシンラーニングの学会で、Google の人たちがですね、結構いい論文を書いていて、こんな問題、彼らも機械学習をウェブサービスを立ち上げて使っているので、こんな問題にぶち当たりますので、よくまとめられた論文が出て、でさらにこれを日本語にまとめてくれた人がいて、これ後でこれスライドシェアしてます。非常に参考になると思うんですけど、まあ、いろいろあるんですが、まあ、もちろんこれ機械学習がウェブサービスを立ち上げた時に使ったという経験から来たので、必ずしも脳を、模して何か組み上げるという全然アーキテクチャの考え方でやった時とはちょっと、まあ、問題の側面が違うかもしれないですけども、多分共通している問題がいくつかあって、まあ、詳細はあんま話しませんけども、例えば境界侵食問題というのがあって、ソフトウェアのシステムを、組み上げると、まあ、大体ですね、ものの組み上げ方ってこうモジュール性というのが大事なんですよね。何らかのモジュール動作が別のモジュールの動作に影響を与えないようにきちんと区切ってあるから、まあ、デバッグをですね、単体テストができたりとかですね、いろいろ複雑なものを組み立てていくときに有利になってくるんですけども、多分そういうことが、機械学習機を組み合わせていくと、ある機械学習機の学習によって別の機械学習機の動作に影響するとか、そういう問題が、それから、プログラム、を単位にものを作っていくという、どっちかというとデータを単位にものを作っていくので、そのデータ依存が発生していくとか、いろんな問題が出てきます。で、まず問題があるということもあるし、それから、どんな問題が発生していくのか、実際的に、全のアーキテクチャの組み込みがある。そういうことを、まず今回の、プロジェクトで、まあ、アイデンティファイしたいということと、逆にそれを、問題をですね、突破するためには、どういうふうな仕組みが一番適しているのか、それも、まあ、ここ数年ぐらいで、ね、試行錯誤しているんでしょうか。その第一歩を展開していると思います。わかりますか？ちょっと難しい、まあ、話になっているんですけど。で、例えば、さっきの話なんですけど、2つ以上の、まあ、今回2つですけど、2つの機械学習って組み合わせることでどんな機能が実現されているのか、例を2つ挙げると、まあ、これ、Google とスタンフォードが、まあ、ほぼ同じ時期に論文を出してきたので、多分、で、中身のアーキテクチャもほぼ一緒なので、多分、まあ、もしかしたら中の人がつながってやってたのかもしれないんですけど、去年の11月ぐらいに出てきた仕事で、まあ、こっちの方がお返しする、こっちに説明すると、やったことはですね、まあ、ディープラーニング、コンボレーションニューラルネットワークと、それから、まあこういう RNA ですね。これ、まあ、RNA の中でも、まあ、ロングショートタームメモリーっていう、LSTM っていうマニュアルネットなんですけども、これを組み合わせて、こういう画像を読ませてですね、画像を認識させて、この画像を説明する文章を生成させるってわけですね。で、この CNN の部分で、ディープラーニングの部分で画像の認識をやっていて、で後半の RNN の部分で、この、まあ、言語の生成をやっているんですよ。で、まあ、厳密に対応するもんじゃないんですが、まあ、脳の仕組みでいうと、この辺が視覚野に対応して、まあ、この辺が、まあ、後期視覚野だったり、言語野の初めの方だったりに対応していると、大雑把に対応するということですね。下の、スタンフォードやったのも一緒です。で、どんなもの出てくるかというと、例えば、この画像を見ると、まあ、犬が、フリスビーを、キャッチするために飛び上がってるみたいな、こうそういうプロジェクトです。で、CNN がやってる画像認識っていう機能と、
RNA がという分子生成と聞くと、まあ、あの単体でできることと全体でできることはやっぱり非加算性なので、これは非常にいい例かなと思います。しかもモジュラリティがありますので、ここのプログラムとこのプログラムは基本的には独立なので、非常にいい例かと思います。それからもう一つは、これも、今年の2月に出ちゃったので、皆さんご存知、表紙になってましたね。皆さん見たことあるかもしれないんですけども、ディープQネットワーク。でこれはですね、どういうものかというと、ゲームのですね、画面を、まあ、フレームごとにこういう同じようにですね、コンビネーションニューラルネットワークですね、ディープラーニングのネットワークを見せて、出力段がどうなっているかというと、このゲームのコントローラーがあって、上に倒すとか、ここに見にくいんですけど、矢印が書いて、上に倒すとか、ボタンを押しながら右に倒すとか、まあ、いろいろこうコマンドなんです。で、で画像を入力として、ゲームの、コントローラーに対するコマンドを出力しているということで、このゲームの、画面だけを見てこれをプレイするような、ネットワークができたと。やったことはこれネットワークの構造自体はディープラーニングなんだけども、ここにですねちょっと作り込みなんですが強化学習のパラダイムを組み合わせた。この場合は必ずしも、単体の機械学習機を文字で組み合わせたわけじゃないんですが、まあ、考え方としてはディープラーニングと強化学習を組み合わせた、まあ、こういうのでもいいと。これで多少イメージが湧いてくれるとすごく嬉しいです。ちょっと難しい話だったかもしれないです。なので、例えば、まあ、これは非常にハードルを上げているので、まあ、理想、こんなのができると、多分、もう全学的にすぐできちゃうので、ここまで行く必要がないんですが、もっと簡単でもいいんですが、例えば、さっきのビデオゲームをプレイするようなディープラーニングと強化学習を組み合わせる。で、っていうことだったり、この場合だとディープラーニングは新皮質、視覚野に対応していて、強化学習というのは大脳基底核に対応している。まあ、そのちょっとこじつけもしてほしいんですね。脳でいうとこの機能というのをこじつけしています。まあ、小脳と視覚野を組み合わせて、まあ、リーチングというロボットの腕を伸ばして何かものを使うみたいなことをやってみるとか、まあ、ロールプレイングゲームの、プレイをするような何かを作ってみるとか、まあ、スラブっていうのはですね、ナビゲーションのためのアルゴリズム、海馬に対応していて、海馬 と、大脳基底核の強化学習を組み合わせて、ナビゲーションもちょっと最適化するとか、そういうものを、想定しています。ただ、ここに挙げたのが、どれ一つとってもですね、できちゃうと、トップレベルの学科に出せるぐらいの課題になっちゃうので、ここまでレベルが高いものはそんなに要求してもないです。何でもいいので、機械学習 の、 プログラムをこの2つ持ってきて、何か組み合わせて、一つ一つでできなかったことができれば OK です。ですね。それから、まあ、今後のスケジュールなんですけども、5月6日、今日がまあエントリー説明会もやってるんですが、今から1ヶ月、まあ、半、1ヶ月ちょっと後、6月の半ばぐらいに企画書の提出を締め切りたいと思います。企画書に書くべきことはこの後説明します。で、7月の、初旬ぐらいに、結果、しまして、でその場でですね、まあ、できる方はでいいんですけども、まあ、こんなことやりますっていう発表していただけると、多分言った方が、公言した方がやる気出てくると思うので、まあ、そういうやる気が発表した方がやる気出ますみたいな人はプレゼンしていただきたいなと思います。でそれから8月ぐらいまでに、向けてですね、この企画書は、まあ、これはアイデア層向けなので、まあ、本当の企画書の手直しをしていただいて、それから、全アーキテクチャーイニシアチブから、プロジェクトごとにそれぞれ、メンターをつけますので、その方と、ある程度シニアの方になると思うんですけど、相談していただいて、それから企画時点ではメンバーが全て揃っているということは要求しませんので、この1ヶ月ぐらい使ってメンバーを、集めていただいて、こんなことやりますってやる方は、こういう参加したいです人が出てくると思うので、確定していただいて、各種ももうちょっと現実的なもので修正していただいてということになると。で、8月いっぱいから9月の、19日ぐらいまで、1ヶ月3回使ってですね、準備していただいて。2日間で話が全部できるようなことではないと思うので、特に今回のって、学習がかかってきたりすると、ディープラーニングの学習が時間かかるので、まあ、ある程度前から走らせていく必要だと思うんですね。で、そういう場合は、何度かチームごとにプレミーティングをしていただきつつ、準備していただければと思います。で、9月19日から発表されます。
というわけで、ハッカソンの一般枠の、募集はこの7月ぐらいから始める予定だったんですが、これ逆算していくと準備期間とか、メンバーの決定とか学習修正とかいろいろやっていくと、そろそろ今の時点ぐらいでエントリーを始めてないと間に合わないということで、今回このアイデアソン枠のエントリーが今日だということですね。それから、企画書どんな内容を書くべきなのか、簡単でいいです。内容が伝われば簡単です、ね、そんなに力を入れて書いていただく必要はないです。まあ、A4 で、まあ、1ページだと多分タイトルとメンバーリストとアブストぐらい書くと終わっちゃうので、まあ、さすが1ページだと短いかな、2ページぐらいかな。で、フォーマット自由で、まあ、とりあえずまあ代表者の方々なのか、他のメンバーもし決まってたら、書いていただいて、タイトル、概要、まあ、これはアブストですね。で、内容ですね。内容としては、これよりもこっちを先に説明した方がいいかもしれない、と、これマーの3階層っていって、認知機能ってどうやって実現されてるのかっていうと、まあ、実現したい機能があって、まあ、ここが認知科学みたいなものですけど、まあ、計算の目標ですよね。で、実現している、まあ、脳の中のアーキテクチャっていうのは、まあ、神経科学、神経科学に対応するんだけども、まあ、全脳アーキテクチャの考え方っていうのは、その間にもう一個レイヤーを挟んでいて、ここがまあ機械学習なんです。なので、認知科学実現したい機能のレイヤーでは、こんなものを実現したいということを書いていただきつつ、全脳アーキテクチャなので、そのために実現するために、この機械学習機とこの機械学習機を組み合わせますという組み合わせ方を書いていただきつつ、まあ、できれば、この後ちょっとオプションなんですけど、全部揃えるのは全部のオプションなんですけど、脳の中では神経科学的にはこんな実験データが分かったりとか、こういうふうな解剖学的なことが分かったりとか、その辺の、まあ、へ理屈でいいんですけど、理屈付けをしていただけるとさらにいいなと、まあ、そういうことですね。で、ちょっと戻るんですが、なのでここに書いてあることはそれに対応していて、実現したい、まあ、認知機能というのは何なのか、それから機能をどうやって実現するのか、機械学習機の組み合わせ方、あ、ごめん、下に書いてある、こっちですね、機械学習機のつなげ方、まあ、これ、機械学習機っていうのはあるアルゴリズムの実現なので、まあ、そのアルゴリズムがどうなっているかということもちょっと使っていただきたいということで、機能をどう実現するか、計算できるのかと思います、ね。で、脳との、関連、神経科学的背景、これ、あくまでも背景なので、がっつり、脳を混ぜる必要は今の時点ではここまでできちゃうと、さっき言ったんですけどね、ちょっと、そこまではいいです。この辺を書いていただければなと思います。それから、まあ、一応審査のために実現可能性ってことも一応審査の対象なので、まあ、こんなメンバーが揃えばこれできるよ、まあ、企画書の提出時点ではメンバー揃ってなくてもいいです。足りないことを書いていただければと思います。あと追加で、自分はプログラミング得意なので、あと、まあ、神経科学を分かっている人と企画書を分かっている人がいれば、まあ、できるなと、それで。で、まあ、計算機やリソースとして、まあ、これも大雑把でいいですけど、こんなものが必要に書いていただければと思います。それから、審査基準なんですけど、ですね、まあ、審査とか言ってるんですが、趣旨と合ってれば基本 OK です。そんなに厳しいこと言うつもりは全然ないです。趣旨と合っているか。で、趣旨とは何かっていうと、さっきからずっと強調している通り、2つ以上の機械学習が組み合わせている。ここであえて機械学習法とも機械学習機と書いてあるんですけども、どっちでもいいです。機械学習のプログラムを2つ組み合わせるでもいいし、この際も同種の機械学習プログラムを2つ並列に並べるでもいいと思います。それが2つ並べることによって1つ1つができることよりも、ハイレベルな機能を実現できればいいと思います。でもいいし、さっきのディープQネットワークみたいに機械学習のプログラム自体1個なんだけども、考え方が2つ混じってますでもいい。ここが肝ですね。ここができてれば、ほぼ、なんていうか、あんまり難癖つける必要は全然ないです。基本的に通すための審査だと思います。落とすための審査はつける必要がないです。で、現場は何らかの機能ができてればいいと言って、これも、まあ、ノントリビアルな感じだと言って、ただ、まあ、せっかくやるんで、5日間のハッカソンの終了時には何らかのものができていてもらえる。
らいたいので、あのハッカソンって、まあ、いろいろごちゃごちゃ言ってるんですけど、まあ、頑張って達成感を味わう会なので、まあ、達成してほしいんですよね。実現可能であるということをちょっと主張していただければと思います。でプラス、独占性があるとなおいいし、発展性があるともっといいし、新計画的な現実性、ノートの、マッピングというんですか、ノートの関連付けがされているとなおいいしと。ただ、この方法は、まあ、必ずしも要求はしませんという感じですね。はい、それから、まあ、チームについて、4人いないぐらいかなと思うんですけど、も厳密に4人と決めているわけじゃないですが、どうして4人かっていうと、まあ、最低ですね、まあ、リーダーと、さっきの、マン3回戦のキャラクターですけど、認知科学担当と、機械学習機のプログラミング担当と、神経科学の理屈付け担当と、まあ、そのぐらいはいるかなということで4人になっています。で例えば自分は、まあ、リーダーとプログラミング担当を兼ねますとか、自分は認知科学、神経科学両方してるので、これも兼ねますとか、これ全部できますとか、言った人でやってもらってもいいし、まあ、一人でやる人も出てくるかなと思うんですけど、そういうの全然問題ないですね。ただ、まあ、こういうスキルが必要になってくる。まあ、ということで、こういう4つぐらいの担当というのを考えてみました。考えてみましたというで、まあ、これも説明してます。で、皆さんなんかプログラミングが得意な人が多いらしいので、言語とか気になると思うんですけど、特に言語とか環境とかは指定しません。何でも OK です。使いやすいものを使っていただければいいです。ただ、もし特に好みがない方は、僕らで、ブライカー全アーキテクチャ用のプラットフォームを作ってますので、これを使っていただけると我々がもう自らですね開発者自身でサポートしますので、特に好みがない方は使っていただければいいなと思います。それから、そうですね、AWS の GPU インスタンスを皆さんチームに、まあ、必要なリソースをまず、まあ、書いていただくので、まあ、それにできるだけ沿った方にしようと思うんですけども、まあ、提供できる部分はできまあ、これ最後そんなオプションなんですけど、もし同意してくださるんであれば、なんか今回開発したコードは、全アーキテクチャインシーンチームに直接財産系を移譲していただけると、まあ、非常にありがたいなと。ただ、まあ、強制ではないので、ちょっと事情があってとか、いろいろ問題がある場合は、全く構いません。それから、それでここまでの説明は、まあ、アイディアストーン枠のエントリーの説明だったんですが、まあ、さっきから言っている通り、一般枠というものもエントリーの受付をする予定で、7月中に、受付開始する予定です。まあ、現在のところの案としては、まあ、プラットフォームの開発メンバー自体も参加すると思っていて、まあ、そのブライカープラットフォームの、まあ、技術言語とか実行機能とかですね、ライブラリを充実する。でむしろですね、これはですね、アイディアソン枠でどんなプロジェクトが走るのかというのを見て、事前にですね、必要な部分は先ほどそこら辺を優先して機能を充実していくということになってきますので、まあ、それにもよるんですね。それから、まあ、脳のアーキテクチャの記述をやってみるとか、さっきもちらっと言ったんですけど、まあ、全アーキテクチャのための、まあ、教育用のマテリアルとかですね、なんかソフトウェアのマニュアルを書くとかですね、全然そういうのと。例えば、教科学習とは何で、分かりやすいプレゼン資料をみんなで使えるものを作る、パブリックドメインで作りますと、そんなんでもいいです。ただ、アイデア総枠の方が、どっちかというと、ここが肝なので、基本的に予算の、にも限りがあるので、ここで人数枠が埋まってしまうと、一般枠の、エントリーが受け付けなくなってしまうということも、まあ、あり得ます。これは、まあ、今のところ見えます。それから、あ、そうですね。旅費参加費とか気になる方もいると思うんですが、まあ、関東近辺の方であれば旅費とかあんまかからないと思うんですけど、まあ、スポンサーがどんだけ集まるかにもよるんですが、基本的には全アーキテクチャイニシアチブで負担できるように、各方面と交渉中です。お約束できないのが嬉しいんですけど、できるだけ負担がほぼゼロになるように頑張っていきたいと思っています。で、アイデア総枠と一般枠があって、まあ何もしないと、みんな一般枠の方が自由で良さそうではないですけど、そっち行っちゃうので、アイディアソン枠で、参加していただけると、なんか豪華賞品がついてきたりとかですね、
海外学会に旅費を出しますとかですね、発表補助、発表するとき国内学会でも発表の旅費出しますとかですね、いろいろ特典を用意する予定ですので、へこたれずですね、振ってご応募いただければと思いますね。まあ、これはもう前も言ったんですけど、エントリーには全能アーキテクチャ若手の会の Facebook グループに参加していただきたいと思います。連絡とか、連絡の手段を使おうと思っていて、まあ、以上ですね。というわけで、まあ、全能アーキテクチャの歴史、今回キックオフ、パブリックな今後開発開始ということなので、そこでですね、今回参加していただけると、まあ、歴史に自分の名前がずっと残るということになると思うので、ぜひ応募していただければと思います。で、僕からは大体以上なんですが、あ、こうやってもはい、ライブです。あ、ライブしてるんですね、はい、こうやってコメントって書いてきたんですね。コメントは Facebook の方経由で、書いていただければ、はいはい、と思います。なんか今の話で質問等あれば、誰かが読み上げていただければお答えします。それからこれって何分後ぐらいから入ってたのか、最初のとこ聞き逃した人がいたりする。そうですね、複合学習問題のここまでもう一回やりますか。はい、お願いします。もう一回やりますか。はい、やってほしいって声あります。ちょっとリアルタイムには返ってこないと思うんで、じゃあ最初の部分だけもう一回やりますね。全能アーキテクチャキックオフハッカソンということで、9月19日の午前中から、23日の夕方まで、参加できる方はその23日の夜に打ち上げ、まあ、横浜あたりでやろうと思ったので、そこら辺まで、の5日間で、考えています。遠方から来られる方は、18日前日からの全泊っていうのも可能なようにはしているので、まあ、その辺はご相談ください。で、場所は、慶応大学の日吉キャンパスで、まあ、ここに出てる通り、資料の2枚目ですけど、こういう場所でやろうと。宿泊施設もついているので、多分割と快適に過ごせるんじゃないかと思います。で、まあ、全能アーキテクチャ中心仮説はもう、まあ、いいですよね。まあ、こういう機械学習機を組み合わせて脳の機能を実現しようということをやっていて、それを実現するために全能アーキテクチャイニシアチブというものを今立ち上げようとしています。認証申請中で、全能アーキテクチャの実現のためには、まあ、一つの研究機関とか企業では、まあ、多分難しいと思うので、まあ、プロジェクトの規模っていうこともあるし、継続性っていうのも大事だと思うんですよね。3年5年の短期に成果を求められるような枠組みじゃなくて、まあ、10年単位でですね、安定して、同じ方向を向いて進んでいくっていうことが必要だと思うんで、そういう意味でこの NPO を作っていて、で、まあ、ハッカソンの開催もその一環としてということですね。それで、ハッカソンの目的としては、人材育成ネットワーキングというのももちろんあるんですが、それから、まあ、コアメンバーの、まあ、開発のスプリントですね、今回で一気に進めるということもあるんですが、複合学習問題って今一番問題になっているこの問題を、まあ、みんなで寄ってたかってですね、まあ、集中攻撃してこの問題を突破したいっていうのが実は一番大きな、隠れた目的です。で、この辺まで進めると複合学習問題まで。で、参加方法としては枠としてアイデアソン枠っていうのと一般枠っていうのを2つ設けようと思ってまして、でアイデアソン枠から先行して募集開始していきます。一般枠は7月以降の募集開始を考えています。アイデアソン枠では、まあ、エントリー必要で6月の15日ぐらいに締め切り考えているんですけども、1人から4人ぐらいまでの、まあ、大体ですけど、チームで、ということですね。そんで、ここら辺まで話すかな。で、取り組んでいただきたい複合学習問題ってどういうものかっていうと、まあ、全能アーキテクチャの、考え方として、機械学習機の集合として脳のアーキテクチャを実現していきたいということなので、機械学習機一つ一つでできることはそんなに大きくなくて性能も良くないですよね。一方で脳はすごく性能がいいしいろんなことができると、非常に大きなギャップがあるんですよね。
で、そういう意味 で機械学習機を一つ一つ組み上げていくことで、一つ一つではできなかった新たなできることだったり、性能が飛躍的に上がるだったり、達成できない性能が達成できたり、そういう、機械学習機の非加算性っていうのを、示していく必要がある。でそれができると、まあ、一気にはじゃあこのままいけば全アーキテクチャができちゃうのではないかなみたいな説得力って出てくると思うんです。現状ではそんなに説得力ないと思うんですね。説得力を出すのが大事で、まあ説得力ないって言ったんだけど、実はもうすでに2つの機械学習機を組み上げて、単体でできなかった機能だったり性能を実現したっていう例はもうあって、Google のディープQネットワークとかスタンフォードニューラルネットワークとかキャプション生成とかいろいろあるわけですね。3つ以上はないんですけど、2つと3つに本質的には違いがあるのかどうか、その辺も含めても検証していかなきゃいけないんですが、で機械学習機を、複数組み上げていくときには、いろいろ問題出てきますよみたいな論文が去年の理屈科学会で Google の人たちが、発表していてですね、ここにまとめが書いてあるので、この辺読んでいただくと非常によくまとまっているので面白いんですけど、機械学習機例えば境界侵食問題、僕らが読んでいる問題があって、機械学習機のある機械学習機が学習をすることで そいつの動作が変わって、でそれと結合しているもう一つ の機械学習機の動作にも影響するみたいな問題があったりとか、それからデータの依存性が出てきたりとか、いろんな問題が発生してくるんですね。機械学習機を2つ以上組み上げることでどんな問題が発生しているのかという具体例をちゃんときちんと僕の手で見てですね、でそれをどうやってこの問題を突破していくのかっていうのを考えていくということが、今から数年ぐらいで全アーキテクチャプロジェクトの成功に向けて非常に重要な課題だと思っているので、そういう意味で今回工学習問題を課題にしました。この辺までいいのかな。はい、前半だけ繰り返してみました。質問等あったらじゃあ Facebook の、コメントを残していただければ読み上げます。そんで、ここまでがハッカソン自体の説明なんですけど、北谷君の方からソフトウェアプラットフォーム、ライカの説明をちょっと簡単に。はい、先にやっちゃいますか。はい、はい、大丈夫です。配信しながらなんであれですが。配信はできてますかね。大体皆さん興味があるところ、高橋さんがお話しされたところかと思うんですが、ちょっとブライカっていうものが今日突然お話に出てきたと思うので、これについて少しお話をさせていただきたいと思います。慶応義塾大学の大学院1年の板谷と申します。よろしくお願いします。で先ほど、自己紹介ができなかったんですが、現在は高橋さんや山川さん、中村さんと一緒に、どうも人工知能に会話していただいていて、そこでブライカっていう、全能アーキテクチャのためのプラットフォーム、ソフトウェアプラットフォームっていうのを、一緒に開発しています。で現在、プロトタイプが、Java で書かれているものがありまして、それを、ちょっと変更を加えていってバージョン1を Python で書いているっていうふうな、状況になっています。でブライカっていうのが何かっていうと、これの略なんですが、プレインスパイアードコンピューティングアーキテクチャ、つまり脳に、学んだ計算のためのアーキテクチャというふうな意味になっています。で、先ほどもちょっと言いましたが、 WBA を実装するためのソフトウェアプラットフォームとして、現在 WBAI のコアメンバーで開発を続けています。で、WBA のおさらいなんですが、要は脳っていうのはそれぞれよく定義された機械学習機の組み合わせが一定のやり方で組み合わさることで、認知機能を実現しているっていうようなアプローチで、これを、検証するっていうのが我々がやりたいことなんですが、そのためには、機械学習機をいろいろな形でつなぎ合わせるための試行錯誤の段階が必要だったりとか、今回のハッカソンで皆さんにお願いしたいのはそういうところで、複数の機械学習機を組み合わせた時にどんなことが新しいことができるようになるのかっていうのをバースなりに検証していきたいということで、そのためのソフトウェアが必要だろうというふうに考えています。
でこれら3つの、サブ仮説を、現在網羅的ではないんですが提唱していて、まあ、まずそもそも脳ってモジュール、モジュラーなのかっていう問題があったりだとか、脳器官の本当に機械学習器なのかっていう問題があったりだとか、まあ、高橋さんも何度も繰り返しおっしゃってましたが、まあ、比嘉さん的に、機械学習器をつなげるときに認知機能が本当に相応するのかみたいなところは私たちがこれから考えていかないといけないです。でこれを受けて、まあ、ブライカーの使用っていうのはどういうふうなものが要求されるかっていうのを簡単にリストアップしているんですが、まあ新規既存の機械学習器をライブラリとして、プラグインとしてライブラリ化できるっていうのがまず1個大きいところですね。で次に複数の機械学習器を階層的に結合することができると。でそうした上で、それを統一的な推進方式を持たせて、まあ、結合する、複数結合することが可能である必要があると。でさらに、まあ、こいつが単体で機能していても全く意味がないので外部環境、例えばロスとかゲームエンジンとつなげたりだとかそういうことができる必要もあるだろうというふうに考えています。でさらに機械学習機を、非同期に、スケジューリングするんですが、これもリアルタイムに、適用できないと、例えばロボットに乗っけるときなんかリアルタイム処理が要求されるので、まあ、そのあたりも考慮しなければならないと。でさらに機械学習機の数、まあ、最初今回は2個っていうふうに、まあ、2個以上なので多分多くても3つか4つぐらいで最初やることになると思うんですが、実際に脳を、モデリングしようと思ったときにはもっとたくさんの数の機械学習機必要になってくるので、まあ、N 個100個はいかないと思うんですけど、まあ、それくらいのオーダーになったときに、現実的な実行時間で、処理できるかとかスケールするのかっていうところも考えないといけません。でさらにさっきの複合学習問題で代表されるようなカリキュラムの話だとか、まあ、その辺も考慮しないといけないよねっていうのと、まあ、一番重要なのがコミュニティで分散開発できると。今回のハッカソンのように、まあ、たくさんの人に集まっていただいて開発を、まあ全のアーキテクチャの開発ができるようなソフトウェアにしないといけないというふうに考えています。で、これが現状で高橋さんなどが、提唱している、全のアーキテクチャを実現するための、計算科学的な、モデルで、まあ、一番下のところにホストコンピューターっていう話がハードウェアの話があって、その上にブライカコアという今回開発しているソフトウェアのプラットフォームが、存在します。その上にそのブライカコアを記述するためのブライカ言語というのも現在開発中であります。その上にですね、まあ、ディープラーニングとか、強化学習のような機械学習のモジュール群がありのそれらをの結合を定義するような部分があって、で、まあ、それが寄せ集まって認知アーキテクチャになると。で他の、外部環境とやり取りをするためのアクチュエーターとかセンサー群というのもあったりして、で中身の状態を我々が観測できる必要があるので制御 UI なんていうのもつけようというふうに考えています。でこう今現在、開発注力しているのがこの2層目のところブライカコアのところで、ブライカ言語も、今回のハッカソンで、まあ、ある程度進めようというふうな話になっているという段階ですね。で V1 の目的バージョン1というのを現在作っているんですが、まあ、バージョン0で、得た、教訓をベースに改造するということなんですが、まあ、目的を、絞っています。まず複合学習機を実装する。今回のハッカソンで2つ以上、3つ以上の機械学習をつなげて本当に、複合学習機ができるのかっていうのを検証しようっていうのが今回の V1 の大きな目的であります。でさらに皆さん多分、いろいろな言語を、使っているかと思うんですが、その中でも機械学習がかなり広く浸透しているっていう理由と、それから比較的、記述しやすいということで、現代的な言語である Python を、選択しています。ここに関しては、現状では Python 全部 Python で書いているんですが、まあ、一部が C++ に変わるかもしれませんが、まあ、基本的にフロントエンドは Python になるのではないかなというふうに思っています。でさらに現在クローズドで開発しているんですが、まあ、大体5月使用メタにオープンソースに転換しようと考えています。今クローズドにしているのは中身の、仕様がまだ完全に固まりきってないからなんですが、まあ、その辺はコアメンバーで、開発を進めて、で大体、スケジューラーとかその辺が整ってきた段階でオープンにして皆さんにもコードを閲覧していただけるようにしようというふうに考えています。でブライカの表のところなんですが、まあ、どうやって具体的に、機械学習機をくっつけるかというところですね。基本的にはコンポーネントと呼ばれるクラスがありまして、ここに機械学習のアルゴリズムを実装していただくというふうな形になっています。それを複数つなげたものをモジュールとして階層化することができて、まあ分かりやすい例でいくと海馬の中に CA1 とか CA3 っていう、まあ、それぞれの領域が、に細かく分断されるので、例えばそういう CA1 とか CA3 っていったものを個別にコンポーネントを実装した後に、まあ、一つまとめて海馬にしたいと思ったら、このモジュールっていうのに、
入れ込んでいただけると、まあ、1個の会話のモジュールっていうふうに定義することができるよということですね。そうすると、まあ、誰かが会話をここに、実装して使いたいなと思ったときに、まあ、何人かがいろいろなコンポーネントを使って作った会話っていうのを公開しておけば、あの差し替えながら、すげ替えながら、いろいろな会話のモジュールを使って、自分の達成したい、タスクに向けて、試行錯誤するということができるふうに、実装されています。で、コンポーネントとモジュールを、つなぐためには、ポートっていうものが用意してあって、こちらはモジュール間は基本的にはベクトルのやり取りになっていて、コンポーネント間はどんな形式でもいいよ。で、RPC もサポートするよっていうふうな形になっています。この辺は、もっと詳しく知りたい方は、聞いていただければ、コアメンバーから詳しい説明をいたします。で、まあ、システムをどういうふうに構築していくかっていうところで簡単な概要なんですが、まあ、この、ひし形っぽい形のやつがコンポーネントですね。こいつらを、結合していったりだとか、モジュールっていうものと結合したりっていうことをやって、一番外側にあるコギニティブアーキテクチャっていう特別なモジュールがあるんですが、これの中に、入れ込んでいって、で、Python ではピックルという機能があるので、これ全体をフリーズして、エキスポートして他のところで動かしたりということができるようになっているので、というイメージですね。で、実際にどういうコードを書くかというところなんですが、簡単に、例を載せますが、そのようになっていて、インポートでライブラリをインポートしていただくと、このように、スケジューラーを作ってコミュニティブアーキテクチャというのに入れ込んでいって、でコンポーネントというのが、あらかじめ3つ定義されているんですが、コンスタントコンポーネントというのが常に同じ値を、出力し続けるコンポーネント。2つ目のタイプコンポーネントは、受け取った入力をそのまま出力に流すコンポーネント。で、最後、ヌルっていうのは、何を受け取っても絶対に、何も出力しないっていうコンポーネントがテストとして実装されていますが、このような形で、初期化してあげて、で、モジュールに追加してあげて、そのモジュールを、コギニティブアーキテクチャに追加して、で、それぞれの結線を貼るっていうことをこの一番最後のブロックでやってるんですが、まあ、こういう非常に簡単なステップで、コンポーネントっていうのをつなげていくことができます。で、モジュールの場合も一緒で、このコンプっていうのはモントっていうふうに、置き換えて考えていただくと、まあ、そのままモジュールの結合も表現することができるようになっています。で、じゃあコンポーネントは実際にどういうふうに実装するのかっていうと、これが実際に切れてますね。実装されているパイプモジュールの中身なんですが、まあ、初期化は基本的に親の初期化を呼んでいるだけで、で、中でどのポート、どの入力ポートとどのアウトプットのポートを対応させますかっていうのを定義してあげて、で、最後に Fire っていうところがあるんですが、ここで実際に学習とか、学習、入ってきたデータに対して、学習した結果から、ベクトルを出力するみたいなことをやる、定義するのが一番下のところになっています。なので、ここのところに基本的には、まあ、ディープラーニングだったらディープラーニングで学習した、重みベクトルっていうのを持っておいて、入力のベクトルに重いベクトル掛け算してあげて、で、出力ベクトルを、バッファーに置いておくっていうことをやると、あとは勝手に、プライカーの実装側が処理してくれるというふうになっています。で、基本的にプライカーの説明はここまでなんですが、すみません、かなりプログラマーチックな、内容が多かったんですが、こんな感じで比較的簡単に、学習機っていうのを、定義して結合できるようになっています。現在、ライブラリーについては、大阪の、高橋県にいる方と2人で、あ、2人じゃないかな、まあ、もう、含めて、とりあえず、サイキットラーンと主要な、ディープラーニングライブラリーとか、Python で、書かれている有名なライブラリーを実装していく予定なので、その点に関しては、ハッカソンまで用意するつもりです。で、他にも、Python で用意していただきたいライブラリーがありますというふうなことがある場合は、お知らせいただければ、対応しようというふうに思っています。次の方に入りたいと思いますが、はいはい、話が前後するんですけど、最初の方の僕はハッカソンそのものに関しての質問あれば、結構僕難しい話をしちゃった気がするんですけど、どうでしょう。Facebook の方もコメントを残していただければ、うん、読み上げますので、今のところコメントないですね。大体伝わったんですかね。伝わったのか伝わってないのか。あと、やっぱり
この話を聞いて参加してみようと思ってくれないとやっぱり失敗なんで、どうでしょう、ハードルは高いですよね。いいですか。本当にもうすごい初期的な質問ですね。参考資料を挙げていただいているので、ちょっとそれに関連してしまう質問はちょっと申し訳ないんですけども、教会侵食問題とか、その実際になんでそれが複合問題というものが存在するかということに関してなんですけども、今、その脳の中のモジュールの方の研究をしていまして、どうしてここから出てるの？あ、テレビ、PC の音声も入っちゃうんですよ。でも、切ってる。あれ？ミュートに切ります。どうしてその教会侵食問題という、はい、その単語から想像されるものなんですけど、そのモジュール同士が、その学習の境界がなくなっていってしまって、違う結果になってしまうのかなっていう勝手な印象を持っているんですけど、その脳の中のモジュールは非常にすごい協調的にやっているのかなっていう印象を今その研究をしていて非常に持っているんですけども、境界を侵食してしまうことというのが、その学習他のモジュールの動作に影響してしまうことっていうのは、そもそもネガティブなことなとして今捉えられているんでしょうかという疑問がちょっとありまして。そうですね、そこはだからこれから議論していかなきゃいけないと思うんですけど、そもそも脳にモジュラー性があるかどうかっていうこと自体が仮説で、そうですね、新皮質の、プラム管の構図と、2ステッパーとほとんどのものが全て結成してしまうということがあるんです、はい、でも一方では解剖学的には、海馬とか、新皮質とか基底核とかそれなりに、明確な区切りがありそうになっていると。で、脳が機能を発現するときにモジュール性を、どの程度利用しつつ動作しているのかっていうのは、決着してない問題です。そうですね、はい、ですから、だからその辺はこれからきちんと検証していく必要があると思うんですけど、なんか今までの今やられている研究の中で出てきた知見っていうのは、もしむしろ伺いたいんですか？あ、そうですね、本当にまだちゃんと学会とかでもっていう、これからのところなんですけど、今その視覚系と、その全脳とか、いくつかその理想的な動機としてその脳波の解析を行っているところで研究しているんですけども、その関連で実際に、ある程度代表された、その解剖学的なそのモジュールとしてもある程度視覚系の方でやはり確認されていますし、それらのモジュールに対してその働きのタイミングとして、そのテンポラルの、タイミングとしてコーディングが実際に行われていて、モジュールベースで同じタイミングで強制的に同期されてしまうようなことはある程度なんか確認されてきているようであるということで、その私自身としては、それは脳自身が実際にモジュールとしてそういう機械学習の構造であるかどうかというのはちょっとまだ明らかではないと思うんですけども、もし仮に機械学習のモジュールであるならば、その総合的に作用し合ってしまうということも一つの、学習の作用なのではないのかなと、なんとなく思っていまして、その立場からするとそもそも影響し合ってしまうことがネガティブであるのと捉えられているということ自体の不思議を、分かりました。複合学習問題と言ってるんですけども、必ずしもおっしゃる通りネガティブなものだけではない、そのシータ波による動機とかそうですね、あって、その辺は割と最近ソリッドな証拠が状況証拠がすごく伝わると思うので、そういうことあると思うんですよ。むしろ、問題なのは、そういうことよりも、もし脳のアーキテクチャがそういうふうになっているのであれば、はい、それどうモデリングしていくかというと、あ、はい、プログラムとして組み上げていくときに、当面は人間がプログラムを書いていかなきゃいけないし、はい、それからコミュニティで、アーキテクチャを開発していくとしても、コンポーネントベースで、機械学習機のモジュールを作る人とか、その組み合わせて何らかの機関を作る人とか、脳全体のアーキテクチャを考える人とか、分業が必要になってくると思う。はい、そういう人たちのチームの間でどういう物事がデータになるか、はい、どういうものがやり取りされて、
どういうふうにそのデザイン上の設計上に仕切ってほしいかみたいなところをまず見てみたい。あ、そういうことなんですね。方が実はどっちかっていうと大きいかと思います。おっしゃる通りの全体は完全に文字がかどうかってまだ気にしない。はい、まあ、今回第1回なので、はい、どんな問題があってどう解決していくのか、その指針が見えるだけでも分かるかもしれない。ありがとうございます。はい、ハッカソンはちゃめこしくないですか。事前の準備と実際5日間でやることをちょっと教えていただきたいんですけれども、その事前に準備するのは今企画書みたいなのと、その、まあ、用意されているプログラムと、あとデータみたいなのを用意して、そうですね、実際ハッカソンではそのプログラムの組み合わせと、まあ、データの学習で何らかで実現するっていう、何を用意すべきかというよりは、5日間で何か出来上がるというそのゴールの設定をどうするかということだったりして、というのはさっきも言ったんですけど、でハッカソンって、5日間で何か作って、バーイって書いてあって、できました。で、その逆算して、これを、完成させるためには、まあ、5日間の作業時間はあるんだけど、実質3日なんですよ、ね。最初の日は何やりますかって、最後の日は生活するとで、そこで溢れてしまいそうなタスクは、まあ、あらかじめ作っていく。例えば、なんかけどディープラーニングの学習とかは、ある程度時間かけないといけないので、その学習したディープラーニング の,重みのデータだけは、まあ、あらかじめ作っておくとかですね。まあ、あるいは、まあ、3日間でやるのは、ほぼ、最後のチューニングとドキュメンテーションだけって割り切っちゃって、まあ、あらかじめ作っておくとかですね。そのぐらい準備しておいて全くそのないと思いますね。ということです。だから、5日間で、何かの完成できるようなぐらいの準備までをしていただく。そこまで考えた上でできたと考えていただければと思います。データなどに関しては、どうなんですかね。なんか提供できるデータとかってあるんですかね。M リストとかいくつかいろいろありますが、M リストとかいろいろできます。いろいろ学習用のオープンなデータセットっていうのは、ウェブアサイトで出てくると思うので、そういうものを使っていたものとか、こちらなんか提供できそうなものってありましたか。まだ調整すればドワンゴにあるいろんなデータが出せるかもしれないというところはありますけど。ドワンゴにある、ね、自然言語、動画ですね。今、無料で公開、無料っていうか、誰でも使える状態で公開しているのは、そのニコニコのコメント情報と、あとニコニコ大百科のデータ、まあ、自然言語のデータですね。自然言語を扱う場合も、はい、で、あとはなんかその例えばこう絵を描くようなものを作りたいとか思った時には、その一応そのドワンゴの中にそのお絵描き子っていうサービスがあって、そのユーザーがこう絵を描くシステムがあるんですけども、その描いた順番とかが全部保存されてて、まあ絵を生成している段階の途中データっていうのがまあ持ってて、まあ、そういったものもなんか面白かったら相談の上使えるかもしれないというところが。今日僕話してて一番の懸念がハードル上げすぎたんじゃないかハードル上げるつもりなかったんですけど、何が問題になってるか、やっぱりちょっとなんていうかな、ナーナーでワーッとやるよりもいきなりコアの部分に取り組んでいただくっていう意外の方が楽しいかなと思ってこれにしてみたんですけど、どうでしょう。ちょっとこれだと今日やる気で来たんだけど、今日の話を聞いて泣いたみたいな人います。こう4人で聞こえる、はい、4人でやる話を聞いて、興味があってきたんですけど、はい、そのなんかあんまり自信がなくて、あ、これちょっと自分にはちょっと助けたかな。とはいえ、はい、チームにしてる理由の一つは、やっぱりそんなに今回の問題で何十個もアイデアが出て、Google スタンフォードが論文ちゃんと結構いいじゃない、ロッカルレベルで、やっと2つくっつけたみたいな、そういう世界の現実
というよりは、でも2つでも3つでもアイデアが出てくればもう十分成功かなと思って、でそれ出てくればリーダーが立ってくれればですね、そのリーダーがスーパーマンとは限らない。自分はこういうアイデアは出せるんだけど、プログラミングはそんなに得意じゃないとかですね、神経科学的な部分誰か考えてほしいとか、絶対そういうの出てくると思います。そういうところにこうコントリビュートするっていう道もあると思います。だから、はい。とりあえずは企画書を何らか書いてみようとは思ってはいるんですけど、はい、例えば最初に企画書を出して、その結果発表の時に、はい、例えば何らかのフィードバック、多分やっぱり、出す側の心理としてはちょっと、出すけど自信がないって場合あるんで、例えばこうしたらいいんじゃないとか提案だったりフィードバックだったりアドバイスだったりそういうのって書いてますか？そういう予定です。そういう予定です。出していただいて、6月の半ばぐらいまで締め切りで、早く出していただければといいんですけど、結果発表まで2週間ちょっとあるので、はい、ある程度前もってですね、これは筋が良さそうな、筋が良さそうっていう趣旨に合ってるな、ちゃんと書いていただくと大体趣旨だという課題に関してはもうあらかじめメンターを設定しまして、メンターの方からちょっとコンタクトを取ってです、ね、じゃあそれを4月中にその修練させていく、そうですね、そうですね、はい、で基本これ軽装だよねって、なんかちょっとこの辺が甘いからこの辺は誰か得意な人を探していたらとかいろいろアドバイスをした上で、結果発表まで持っていければと思ってます。これさっきも言ったことスタッフの審査じゃないので、やっていただくための審査、はい、安心しました。はい、アウトプットとしては何が入るのか、例えばそのデータを使ってなんか今までのよりもいい結果が出ますみたいな、ハッカソンのゴールを設定していただくのも参加者の皆さんで、OK、ここまでできたことをもって成功とみなしますって設定していただいて、2日間で達成してはなんですが、基盤としては、こちらが想定しているのは、想定しているのはあくまでハッカソンなので、プログラミングイベントなのでこういうプログラムができましたと、さて、できれば、ちゃんと動いてデモまで走って、そんなことができましたデモできたらダメだし、そのぐらいです。まずはそうです。例えばその細かいパラメータがまず最適化されたり、そういう細かいところですね、もう最悪できてなかった。はい、それも問題の、ゴールを設定しかさ、はい、そう設定していたら難しそうだった。多分そんな簡単に安定して動くようなところもできるとは、ある程度チャレンジしていただいて、それに対して。むしろね、ここで今回出てきたもので、なんか筋が良さそうなのができたってなったら、もうそれから、何ヶ月かぐらい、もっとブラッシュアップしていって、なんか、そういう形もあり、プロダクト。それこそなんか、チャレンジしてみて、いろいろ問題が出てきたら、その出てきた問題自体をまとめて発表するなんていうのも、かなりいい知見になるので、必ずしも成功をすることを求めて、我々の側としては参加者の方としては何か作りたいと思う、僕らがみんな苦労してるのを見てこの辺でつまずくないみたいな、そういうのが分かって僕らとしては、必ずしも動いてるものを作れっていうふうなはずじゃないですね。はい、ノントリビアルであれば OK っていうのは、例えばですね、ディープラーニング、画像のなんか認識できました、で。ディープラーニングとなんか別のものをくっつけて、それでも画像の認識できましたって言ったら、なんか機能が上がってないじゃないですか。同じことをしてるだけで。そうですね。そうですね。まあ、1たす1なので、まあ、1たす1が1じゃなければいいかな。まあ、てか何でもいいんじゃないですか、正直。はい、だから1たす1個1個2つくっつけて、なんか全然動かなくなりましたとか、そういうのだと思いますけど、1たす1が何らかの形で総合作用し合って、
それぞれ単体が持っている機能とは何か別のものが出てくるか、それでいきます。ちょっと Facebook の方で質問があったんですけど、はいはい、ブライカーでディープ Q ネットワークとかニューラルトークみたいな複合学習機って実装できるんですかっていうふうな質問が来てるんですが、これは我々の方でこれから検証するつもりですって答えで以外に言えますかね。一応原理的に、ディープ Q はちょっと、ブライカーのやり方と、まあ、結合の仕方が違うとか、そもそも、ディープラーディープのネットワークのところに、Q ラーニングがエンベデッドされている形なので、まあ、あまり、ブライカー的ではないんですよ。というとブライカ的ではないんですが、ニューラルトークの方は完全に、コンボリューショナルニューラルネットとリカレントニューラルネットが結合された形になっているので、スタンフォードの人たちがソースコードを公開しているので、それを、まあ、試しに、ブライカのモジュールとして移植して使ってみるということは、まあ、できるかもしれないので検証してみますというふうな多分答えになると思いますね。まあ、原理的にはできますよね。動機の部分がどうなっているかとか、テクニカルにはいろいろ見ていかなきゃいけないと思うんですけど、まあ、動機的にやるんだったら別にできる。そうですね。ますね。きちんと消えてる。はい。それは何どう考えてるの？いや、厚見さんという方ですね。ああ。あ、もし今の回答でご不満があった場合は、さらにコメントを残していただければと思います。ブライカっていつから触るというか、コードを読むことになりますか？おー、なるほど。まあ、これすぐ見たいっつったら、まあ、個人的に送って。はい、はい、私が今全部ソースコード握ってるんで、個人的にお渡しすることは全然可能ですね。でポストリンを開けてしまうとちょっと外部から変なプルリクエストとか起こられると困るんで今開けてないんですが、まあ、触ってみたいっていうふうに思うのであれば、まあ、今すぐにでも、うん、そしたらまあ多分そのまま抜けて、あ、5万かって多分そうですね。はい、まあ、試しに、なんだっけ、サイキットラーンにあるなんか SVM とかランダムフォレストあたりを、まあ、簡単に乗っけてみようというふうに、考えているので、まあ、その辺をまで乗っけて公開するとかでも全然大丈夫なので、リクエストくだされば対応します。ブライカのドキュメント等は5月のオープンソース化に合わせて公開ということを期待して良いでしょうか？ドキュメント頑張ります。頑張ります。まあ、でも簡単なチュートリアルぐらいは、まあ、ないと話になる。そうですね。一応ドックストリングは全部つけてあって、基本的な、メソッドの使い方とかは全部、載っているのと、テストコードはあるので、まあ、それに加えてチュートリアルのコードをちょっと作って、で文章化してっていう感じですか。うん、それは、はい、頑張ります。あと言語に関してなんですけど、言語問題結構紆余曲折がありまして、開発者の側でもですね、徹底的に今回 Python ですけど、 Python っていいんだみたいなコンセンサスがあるわけじゃなく、いろいろ苦労しているところなんですね。で実はバージョン0は Java だったんです。でバージョン1でハッカソンで使ってもらうということを非常に重視してたので、そういう意味で、なんか Python 結構普及しているので、ね、使える人も多いし、とりあえず Python で使える習慣。だけど、目論みとしてはいずれ、多言語対応できるようにしたいなと思います。まあ、最低限 Python もあるし、ただ Python はですね、パフォーマンスの面とか、あと並列計算のサポートがいまいちだったりとか、いろいろ問題があって、今後もずっといけるとは思ってないんですね。プラスですね、ジュリアは結構筋がいいかなと思っていて、機械学習のライブラリも充実しつつあるし、まあ、結構早いし、並列計算も組み込みにあるので、結構良さそう。ただ、ちょっと
言語仕様的に一貫性があんまりなかったりとかですね、そんな綺麗な仕様でなくて、フレームワーク自体は全部、ジュリアに移植するみたいなことをちょっと考えてみたんだけど、ちょっと厳しいかなという今のところの認識です。今後変わるかもしれないですね。あと、全部アーキテクチャの重要なコンポーネントになると思われる BSOM ってあるんですけど、三層圏外杉さんが作っている新品質のモデルなんですが、BSOM は現状 Java ででした。Java のものをなんか別の言語に持ってくるか、あるいはバイカ側で、Java も走るようにするか、どっちかやらなきゃいけないんですね。というわけで、これ今後変わるかもしれないです。バージョン2以降の話なので、あくまで計画なんですが、C++ の、カーネルを、開発して、その上に、Python のインタープリーター、Julia のインタープリーター、Java のバーチャルマシン、いろんなものを乗っけて、そいつらが協調して動けるようなフレームワークを作ろうかという話が、この2人で個人的に盛り上がっているということです。一応口頭で答えたところは Facebook の方にもコメントしておくので、はい、このままだと見た人がこれを見ただけの人が分からなくなってしまうので、コメントだけしておきます。すみません、本当に機械学習とかを、本当に触りしかやったことはないので質問させていただきたいんですけど、その先ほどディープラーニングとか結構時間かかりますよという話をしていらっしゃったんですけど、実際にその、この今回ブライカーを使うにしろ使わないにしろ、どれぐらい の、ある程度の精度を出すためにどれぐらいのデータの容量とそれを処理するための時間が必要なんでしょうか。それも指定したいタスクに関によって、例えばエグニストだったらエグニストの学習ぐらいだったら、それが レベルもあるし、もっとなんか、さっきキャプション先生のためのやつとか、あれは教師足なりでやってるんですけど、あ、さっき時間がかかりますし、それもタスクがまずあり、でそのために、学習させなきゃいけないデータセットがじゃあそれを次に決まってきて、そのためにじゃあその学習させるための必要な計算時間を決めてデータが入ってます。あ、そうですね。ありがとうございます。ただ一瞬でパパッと学習できるような話では、リーダーリングの場合はなくなります。あ、そうなんですね。Facebook の方で超重要な質問が来るんですが。ああ、それは意図的に書いてなかったんですけど、なんかメールアドレスを作る予定でした、ね。そうですね。パッカソンはWBAI だった気がします。はい、もしくは登録フォーム作りますか。あ、それでもいいよ、はい、この点に関しては追ってご連絡しますので、はい、続報をお待ちくださいということで、すいませんが、結構時間が押してるんで、もしこれ以上なければ大変にしたいと思うんですけど、今のうちに聞いてもネットで見てる皆さんの方も大丈夫ですか。これで一回一旦切ろうと思うんですけど、30秒ぐらい待ちますので、もし何かあれば Facebook に書き込んでいただければと思います。まあ、切り替えに50分待ちましょうか。あ、待ってしまった。どうですかね。だから、ネガーカーでこの話を聞いて、やってみようかなと思っていただけると、とりあえず難しそうだなとか思われてると、ちょっと。あまり難しく考えず、やってみたいと思ったことを気軽に投稿していただければ、こちらからもフィードバックしますんで。多分、一番ボトルネックはアイディアを思いつくとかですね。そうですね。何でもいいってなったら、もう一度ちょっと全部試してみるけど、企画書よりも前の段階で技術的な面なので分からないか。ああ、そうですね。そういう窓口あった方が絶対いいですね。それは設けましょう。どうしようかな、受付の窓口を何にしたらいいですかね。
かいいのか、メールアドレスがいいのか、窓口をまず設けて、それを定例で、僕らフライカーの開発会議やってるので、2週間に1回やってるので、そこで話し合ってフィードバックを返すなり、まあ、これはちょっと ある程度真面目に返答する必要があるので、どの人をメンターにつけますとか決めるのにしますので、窓口の問い合わせの仕方については、Facebook グループに、近日中に連絡しますので、そこに投げていただけると。その中のレスポンスがある団体戦略中です。若手の会のページにコンタクトフォームがあるので、そこからでも送っていただければ、私がフォワードします。それはだからある程度正式にアナウンスしたわけです。はい。もしくは私に個人的に連絡でも、WBI のメンバーに、個別に連絡でも構わないので。そうですね。連絡が取りやすいメンバーがいれば、個別に連絡して。じゃあ30秒経ったと思うので、じゃあ今日はこの辺にしようと思います。で見てた皆さん何人ぐらいになるのか分かんない。多分最終的に10もう結構いた。10人、今10人です、ね、すごい、すごい。ピークは多分11人いました。大差ないな。じゃあはい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。一旦切ります。そういう感じなんです。